サバイバーショットは1987年にトミーから発売された玩具、またはその後発売されたシリーズの総称。初期型のサバイバーショットサバイバーショットは赤外線を使った光線銃で一人用のセットと二人で遊ぶための一人用セット二つを一パッケージに収めたものが発売されている。一人用のセットはサイコブラスターと呼ばれる赤外線銃と サイココンバーターと呼ばれるセンサーのセットで成り立つ。サイココンバーターは頭にバンドで装着し、銃本体とはケーブルで接続されている。このサイココンバーターが赤外線銃から放たれる赤外線を感知すると命中したことになる。サイココンバーターは銃から発射された赤外線を感知すると振動し、装着者に命中したことを体感的に知らせる。 エアソフトガンと BB 弾のように物理的な弾を用いることなく、手軽に模擬銃撃戦を行うことができる。また、複数のセットを同時に利用して、二人以上が二チームに分かれ、模擬銃撃戦を行うこともでき、このガンの遊び方として、集団で打ち合いをして遊ぶことも可能である。対象年齢は8歳以上となっており、エアソフトガンのように、 至近距離から撃たれても実害がない点で安全なサバイバルゲームを行える玩具となっている。発売以降いくつかの新モデルが発売されていて、当初では単純2銃から発射される直線的な赤外線のビームで相互に打ち合うだけだったが、後年のモデルサバイバーショットリボルブでは赤外線が届く距離は短くなるが、照射範囲は広がるワイドモードや連続発射回数を制限する。 リロード、照準に伴うロックオンなどの要素も追加され、遊びに新しいルールを設けよりゲーム感覚を高めた製品も登場している。なお一人遊びにも対応し、サイココンバーターを離れたところに置いて射撃を楽しむことも可能となっている。ありがとうございます。